狐火の祭り第6話狐火の社。掃除さん、ありましたよ。ありがとう、あかり。掃除さん、抱きしめられた。胸が熱くなる。怖い思いをさせて申し訳ありません。いえ、怖い思いなんてしてませんよ。掃除さんの力になれるなら、私は。あなたは本当に優しい。これで私の願いが叶う。掃除さん、ついてきてください。あなたにも知る権利があります。はい。私は黙って掃除さんについて行った。どうした？あれは。ついていくと、ソウタ君たちのところへたどり着いた。やっと会えましたね、ソウタ、ツトム、サキ。神様。神様。私は宇賀の御霊の神、この稲荷神社の神、狐の神です。未決神とも呼ばれています。掃除さんがまさか神様だったなんて信じられない話だ。今まで黙っていて申し訳ありません。なんで神様が僕たちの前に出てこれなくなっちゃったんじゃ。白い彼岸花の力のおかげです。この花は一時的にですが、私の力を元に戻させます。ソウタ、ツトム、サキ、私はあなたたちとずっと話したいと思っていたのです。僕たちもずっとお話ししたかったです。ソウタ、神隠しはもうやめなさい。え？神隠し？月明かりのない新月の夜の祭りのことは覚えていますか？はい。石段の前に翡翠色の提灯が出てて、いくら歩いても鳥居にたどり着けなくて、屋台のお兄さんに何度も会うし、会っても前会ったこと忘れているし、それに頭がぼーっとして、まぶたも重くて、意識が遠くなる感じがして。それが神隠しなのです。狐の灯籠で人を惑わし、迷い込ませ、帰ろうとしても帰れなくさせ、魂の一部を神社の祭りにとどまらせる。屋台の人々は皆神隠しにあった人の魂なのです。神隠しにあったとは知らず、楽しく過ごしてはいますが。それで掃除さんは私に、月のない夜には二度と来てはいけないと言ったんですね。はい。でも、それをソウタ君が？あんな笑顔で笑うソウタ君が、そんな怖いことをするとは思えないよ。ソウタたちは狐です。え？でも、人の姿をして。今まで黙っててごめんね。神様というのも本当のこと？そうだ。あなたがなぜ神隠しをするのかは知っています。人を集め、私の力を元に戻したかったことと、寂しかったからなのでしょ。寂しい思いをさせて申し訳ありませんでした。神様、謝らないでください。僕が寂しがり屋だからいけないんです。でも僕、友達がたくさんできたからもう寂しくないです。神様もいるし、
そうだ。神隠しにあった人の魂を元の宿主に返しなさい。でも神様、そしたら神様が。私は大丈夫です。だから一緒に魂を解放してあげましょう。はい、神様、ごめんなさい。いいえ、私が悪いのです。お姉ちゃんもごめんね。大丈夫、気にしてないから。屋台の人々が翡翠色の光へと変わる。一人また一人と姿を変え、空へ高く昇り、あるべき場所へ帰っていく。その光景はまるで狐火の森のようだった。すべての魂を返し終わり、宗司さんは私に向き直る。あなたには迷惑をかけました。改めてお詫びとお礼を言わせてください。いえ、迷惑だなんて。私は宗司さんの力になりたかっただけですし。あ、宗司さんの姿が透けて。宗司さん、どうやらお別れの時間が来たようです。白い彼岸花の力を使うと、私は消えてしまうのです。そんな、宗司さん。消えると言っても完全に存在がなくなるわけではありません。この神社に本当の意味で人が戻ってくれば、また私は姿を現すことができます。でも、この神社の白い彼岸花にはもう一つお話があります。白い彼岸花は狐の亀に愛された者にしか見ることも触れることもできないのです。あかり、愛していますよ。宗司さんに優しく抱きしめられる。抱きしめている宗司さんの腕の感触が消える。私も愛してます、宗司さん。抱きしめ返しても触れることはできない。宗司さん、行かないで。涙が溢れる。私はまたあなたを泣かせてしまいましたね。宗司さんの指が私の涙を救おうとするが、それは叶わない。短い時間でもあなたと一緒にいられてよかった。待って、宗司さん、宗司さん。あかり、あなたがずっと見守っていますよ。その声とともに宗司さんの姿は私の目の前から消えた。